等高線表現による地形図の一例、キルビメータは曲線の長さを測るために使用される地形図とは測量をもとに地図記号などで地形を精細に表した中縮尺、大縮尺の地図である。最近では衛星画像との組み合わせで作られることもある。土地の工程を平面図上に等高線を用いて表すとともに海岸線、川、崖など競技の地形、 およびその名称を表示する。さらに地表面にある、目印になりやすい道路や、建物などの人工物、植生などの地表状態、都市、集落やその名称など、地表物と地形の位置関係を平面図上に表示する。多くの国で、地形図は、基本図とされ、それぞれの位置関係を可能な限り正確に表示し、時にはその内容に法的効力を持たせることもある。 そのため経緯度や直行座標形、測量の基準点も相応の精度で表示される。ただし、国土全域に同一規格、同一縮尺の正確な基本図が揃っている国は多くはない。地形図は一般図とされることが多いが、地形図の主題を敷いてあげれば、地形や土地利用そのものよりもその物理的位置情報であり、地形図に関する議論は、 測量に関連するものが多い。一方で、行政界など、法律上の境界線や水上航路など、物理的な存在以外でも、社会的に重要な位置情報であれば掲載しており、総合地図の側面もある。地形図に掲載する地形以外の情報は、現地での位置確認に役立つような、目立つものが多いが、国や、作成発行元の意向によっては目立ちにくい規制や、 行政サービス、人文社会情報、観光情報などを盛り込むこともある。表層地質など学術情報がセットになっている場合もある。以前は作成発行元として軍の組織が多かったため、軍事関連の施設や情報の記載が多く、地形や位置情報も軍事利用が可能なため、軍事上の機密になるケースも多かった。現在でも公の機関が、 作成発行元であることが多いので、行政機関が優先されるケースが多く見られる。一方で、民営化された機関が外されるケースもある。例えば、植生だけに注目した主題図を作る場合でも、植生は地形や人間の土地利用と密接に関係している。そもそも、どこの植生を示しているのかわからなければ、地図として意味がないが、経緯度だけではわかりにくい。 それらを分かりやすくするために地形図を薄く印刷していることが多い。このように本題ではないけれど位置を把握しやすくするために地形図が利用されることがある。地形図は地表物の位置関係を表しているが、近年では地下鉄などの地下利用、高層ビルや高架橋の立体交差、さらに小型無人航空機による低空利用が見込まれるなど、 新たな形の位置情報が求められている。そのため、空間情報という概念が生まれ、位置情報を表すための地形図も従来の形態を脱するような変化を始めている。地形図と呼ばれるのはおおよそ10万分の1以上の中縮尺図か大縮尺図である。20万分の1より小さい場合は、地勢図など別の名称が付けられる。海底の地形に関しては、 地上の地形とは性質が大きく異なる。海底は目視できないし、海上であっても目視で位置を確認できる目標ものは少ない。20世紀初頭までは竿や重りで一点ずつ深さを測ることしかできなかったし、20世紀中頃でもソナーによる線的な計測しかできなかった。面的把握が可能になったのはマルチビームソナーが実用化されて以降である。 そのため海域に関しては目的を絞った地図が多い。海図が長年にわたって基本図として扱われてきたが、航海と漁業が海での活動のほとんどを占め、航海の安全のために位置情報を収集するのが第一であり、ついで了解など法的規制を表示することが求められ、それ以外の情報は個別に収集すればよいとみなされていたためである。しかし近年は海洋資源開発、 比較的深い海の埋め立て、地殻変動の調査など他の目的が増え、計測技術の進展とともに地上と似た海底地形図も作成されている。比較的浅い近海域では埋め立てなど地上との相互関係が重要な場合のために両方を扱う地図も作られてきた。重要な故障に関しては地形図に推進を記載していることがある。変わったところでは、 大潮の干潮時に海面上に出ることもある。珊瑚省の地図を海図ではなく地形図規格で作成したケースがある。位置情報としての側面よりも競技の地形を詳しく把握するための地図として地形分類図などがある。20世紀中頃から世界的に見て昇格図法が多く利用されている。地形図では地形や人工物の形状に加えて傾斜も 重要な情報である。昇格図法では、狭い範囲での形状の歪みがなく、傾斜の方向や、大きさも正しく表現される。日本等が現在採用している、ユニバーサル横メルカトル図法をはじめとした横、メルカトル図法、スイス等の車軸メルカトル図法、フランス等のランベルト昇格円水図法、オランダの弊社図法がある。正確な縮尺は図法の基準点。 基準線からの距離により変化するが、中縮尺以上の地図での距離や面積の測定の場合は、範囲が狭く、基準線まで遠くないので、一般的な用途であれば誤差は小さい。精密さを求められる用途の場合、例えば、日本における自治体への補助金の算定に使われる面積の測定では、地形図の図用ごとに縮尺補正を行って計算する。多くの国で、 地形図作成に軍が関係しており、地形図作成機関が軍に所属する例も多かった。英国の EN、オードネンスサーベイは、その名称を直訳すると、兵器部測量局である。日本でも、明治初期には、多くの省が測量や地図作成に関係していたものを、参謀本部陸地測量部へ集約した。軍の関連施設のための記号が豊富に設けられる。一方で、 情報漏洩を恐れて一部情報が改病されたり、1942年から終戦まで地形図そのものの販売が禁止されるなどした。現在では多くの国で組織改編がされ、地形図作成機関が軍や国防省に所属する国は減っている。しかし、韓国では法律で国立地理院発行の5万分の1以上の縮尺の 地形図を国外に持ち出すことは禁止されている。中華人民共和国では5万分の1や2万5千分の1の地形図を一般人は入手できない。中1。日本国内において、こうで編集している地形図には、国土地理院発行基本図、森林基本図、海の基本図などがある。地形のほか、道路、鉄道、建物、高圧線など、土地の利用状態も把握できる。 そのため、道路、河川等の工事や住宅地図、道路地図等の作成に利用される。地形図は、国土地理院が、日本全域について統一した企画と制度で、作成している。また、いろいろな分野で利用しやすいよう、表示事項の取捨選択、線の太さや地図記号、名称の文字の大きさなど、一定の図式に従って表現されている。 道路工事などの公共測量で同一レベルの地形図を作成する場合は、その図式に従うことになる。大型所定や国土地理院で入手可能であるほか、地形図の一部について、国土地理院のウェブサイト、地理院地図で閲覧できるようになった。また、国土地理院が地理院地図で一般に無償提供しているデータを活用することにより、 何日系図を閲覧するのみにとどまらず、情報発信者が保有する独自の情報を、国土地理院のサーバーから提供する背景地図情報に重ね合わせ、地理情報発信サイトを構築することも可能になっている。2012年7月から公開されていた、電子国土ウェブ、NEXT は、2013年10月30日より、地理院地図と名称変更になり、正式公開された。 地図では2011年2月から電子国土基本図に切り替えられた。これに伴い、旧来の2万5千分一地図情報は2011年7月31日までしか閲覧できないと告知されていたが、閲覧継続の要望が多く寄せられたとして2011年8月1日以降も閲覧可能となっている。ただし、二万五千分一地図情報は二千十三年に更新された。 類似サービスの地理委地図は更新されている。日本国内において地形図は競技では国土交通省国土地理院発行の一般図のうち中縮尺、大縮尺の図を地形図といい、その中でも特に中縮尺の図を地形図の名称で観光している。なお、大縮尺の図は国土基本図20万分1の図は地勢図50万分1の図は地方図 100万分1.300万分1.500万分1の図は国際図と呼ぶ。国土地理発行の紙地図には三角点の地図記号を模した透かしが入っている。デジタル化により縮尺が可変となったため、国土の基本図としての役割は電子国土基本図に移行した。2万五千分1地形図以外の地形図は2009年を最後に更新が停止された。 5万分1地形図、編集1890年から整備が始まり、1916年に全国整備が完了した。現在では2万5千分1地形図に対して、都市の位置関係や交通網のつながり、土地利用の状況など、地域の様子を把握しやすくすることを目的に発行されている。1291面で全国をカバーする。図閣は、 2万5 0分1地形図4枚に対して5万分1地形図1枚が対応する。整備開始当初から1910年まで国の基本図であった。現在は2万5 0分1地形図を編集して作成されている。100年以上も同一の図閣で整備が続けられており、旧版地図の利用価値が高い。北方領土の図も衛星画像を用いて整備し、 現役の図として発行されている。ただ、竹島の図は現在刊行されていない中に現在の図式は2万5千分1地形図の先代の昭和61年図式がベースの平成元年図式を使用。ただし、地図記号などの一部においては現行の2万5千分1地形図の図式を反映して一部変更されている。新規の発行は終了し、 現在のところ、今後更新される予定はない。紙地図では、4色ずり、460mm、580mm。2万5万五千分に1地形図。編集1910年から大都市や軍事、施設周辺等を対象に整備が始まった。以前に作成した2万分の一を、編集修正して作成した地域もある。1964年の第二次基本。 測量長期計画から本格的な全国整備が始まり、1983年に沖ノ鳥島の測量、中3をもって全国整備が完了した。その後、1988年に魚釣島が新たに観光され、2007年に竹島が西村に挿入される形で観光された。2014年7月には北方領土を含む 領土全域の整備が完了した。全国整備されている一般図としては最も大縮尺の地図である。二次メッシュによって全国を4419面でカバーする。現在は空中写真測量によって作成されている。電子国土基本図が整備されるまで国土の基本図と位置付けられてきた。道路、鉄道、建物、土地の工程や起伏、推計、 植生、土地利用等が実測に基づき正確に描写されている。現在の図式は平成25年図式であり、2013年11月1日刊行文から適用されている。紙地図では三色ずり 460mm580mm、mm。2013年11月1日に国土地理委員が三色ずりの2万5000分1地形図を およそ50年ぶりに一新し、多彩な色で表現した新しいタイプの多色刷りの25000分1地形図を観光開始した。原版の維持管理は長らく地形図原図だったが、1998年より電子化されたラスタデータ管理となる。また、ほぼ自動的に色判別のラスタデータがベクトルデータに変換する処理を経て、2002年にベクトル化された。 地形図データベース管理と地形図表現への変換処理による出力になる。2009年には電子国土基本図というデータベースが地形図と大縮尺の基盤情報地図の統合によって新規に管理されるようになり地形図なら地形図表現へ変換されウェブアクセスでは地理イン地図として公開されるようになる。管理手法の変遷に従って刊行されている。 地形図の図式も昭和61年図式、平成14年図式、平成21年図式、平成25年図式と複数混在することになる。平成14年図式は新地形図情報システムによる出力と世界測地形対応。平成21年図式は電子国土基本図の変換と編集で作成。平成25年図式も電子国土基本図の編集だが、 ほぼ自動化された処理で製版されるようになり、特色インク3色から多色採用で道路種別の着色や地形に緑色の陰影の立体表現が施される形式となった。2万分1地形図、編集日本で初めて近代的測量方法による全国整備を目指した図。1880年から整備が始まった。当初は国の基本図となる予定だったが、 財政難から1890年に国の基本図の縮尺は5万分一1へ変更された。1910年には2万5千分一1地形図の整備が始まり、2万分一1地形図は全国整備を完了する前に1912年に廃止となった。日本が近代化する前の様子が詳細に記録されているため、旧版地図の価値が高い。紙地図で墨一色。 460mm、580mm、mm、1万分一地形図、編集2万5千分一地形図では、情報量の多い都市部になると省略表現を多用せざるを得ない上、複数の情報が重なり合って見づらく、道路等の誇張表現のために建物など、優先順位の低い対象物を毎日からずらして描くことも多いため、それを保管する役割を持つ。明治大正期には、 解剖要塞や陸軍演習地を中心に整備し、昭和初期には大都市部、戦後は主要都市も作成された。1960年に国土基本図作成のため、一万分一地形図は中止された。一万分一という縮尺の特性上、道路や中規模の建物はほぼ誇張表現なしに、実際の形に基づき記載されていたが、民家レベルの建物に関しては、 総日差しで描かれた。現在発行されているのは1983年から整備が始まったものである。大都市圏とその周辺及び主要都市について整備され、311面が発行されている。以前のシリーズとは違い、図上0.4ミ、mm、リメートル四方以上の建物は原則として全て記載されている。このシリーズは地方自治体作成1、2500程度の地形図、 都市計画図等を編集した図をベースに現地調査や空中写真等の情報を加味して作成されている。紙地図では小色ずり 520mm 738mm 折り図。現在配管となっており在庫が切れたものは当本交付しないと手に入れられない。今後更新される予定はない。10万分一地形図。 編集5万分1地形図と20万分1地製図は古くから全国整備されてきたが、その間にあたる10万分1地形図の整備も何度か試みられた。5万分1と20万分1では単純に縮尺差が開きすぎており、目的によって大きすぎたり小さすぎたりする、世界的に見ると20万分1から2.5万分の1まで2倍間隔で、 全国シリーズを発行している国も少なくないなどが理由に挙げられる。西南戦争の際に作成された10万分以九州全図や経緯度線による図画では分断されることが多い。地域など特定の目的をもって一部地域について修正図を作成する例も多い。その一方で同一規格による全国整備も何度か回答され、北海道以外の全国で作成された例もある。 しかし同じ企画で継続して更新するには至っていない。近年ではデジタル化の流れの中、民間や自治体等による地図作成を支援する方向にあり、国土地理院が自ら新しいシリーズを作る方向には向かっていない。大縮尺地形図とは、河川、道路等の管理に使用する大縮尺の地形図である。一般、道路、河川に、それぞれ1、500と1、 線の地形図があり、地図記号の様式が異なる。国土地理発行のシリーズとしては、国土基本図があり、1960年から昭和50年代まで作成されていたが、それ以降は、ほとんど新規作成、更新されていない。現在では、市町村それぞれが、地形図、都市計画基本図、現況図などの名称で作成、発行している。図式等は、 国土基本図に準拠している。多くは市街化区域や居住区域で作成されている。一枚の図用の中に居住区域と山間部がある場合、山間部が測量されずその部分が白図の場合もある。国土地理発行の火山基本図や故障図も国土基本図の図式に必要な記号を付け加えて作成されている。内容としては大縮尺地形図だが、 使用目的が限られるため、一般の地形図ではなく、主題図として扱われている。デジタルマッピングは、大縮尺地形図の図式に従っている。インドでは、地図の管理は、ジオグラフィカルサーベイオブインジアが行っている。イギリス植民地時代に作成された地図が元になっており、5万分の1の縮尺と1インチ1マイルの縮尺の2種類がある。ありがとうございます。